今回は、絶望の大空洞やっていきたいと思います。いやーこう難しい強プラスでも一応難易度は強プラスなんだよね。そこがありがたいかなと。でメンバーはこんな感じで、一応1の表面キャラクターのみで、で的親で、攻撃力と魔力を上げれるんで、魔力を上げても意味がないんだけど攻撃力上げれるんで、でヘイストはセーラーで入れて、なんでまあフレンドさんはマイルスの鉄壁をまあ、なんとか鉄壁を入れれば耐えれるかなと。で魔力下げて攻撃力下げてヘイスト解除。はい、いや的親の装備が出ててよかったっていう。いつだっけ、この間トラッキー装備召喚でね出ててよかったなっていう。まず鉄壁を入れて、曲がいい、この曲で戦えるの。ワンのキャラクターたちはレベルが全然上がってなかったから、もう急いでちょっと上げて、それでも全然上げきれてないんだけど、あーそっか入れるわ。あのスローは嫌なんでね、ヘイストを入れちゃおう。この演出がすごく好き。これリゲネもね入るから、ちょうど全体通りついたし、いいか。はい、これで一応ヘイストも入ったし、で左の選手の必殺技を早く入れたいから、分身が入るんだよね左の選手で、それを入れちゃえば、これが攻撃力とゴールドダウンだったかな。ゴールドダウンがでかいかな。を貯めたいから、うわあスローか。しょうがないね、スロー。もう一度持ってきてもよかったんだろうけど、いいね火力出てる。ストップダメだな。あんま体勢つける意味なかったかな。一応体勢をつけてきたんだけど、かかっちゃうのかこれは。どうなんだろう。どうしても耐えるしかないもんな。やばい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 。いろいろ間違えたかもしれない。絶対回復入れちゃおう。うわ間に合い間に合い。てか早いよね、鉄壁入れるのね。オッケー間に合った。鉄壁早く入れすぎたから一気に落とさないと間に合わない。何それ、
半分いったかなぐらい。里崎来てない。まずいな、鉄壁が持つかな。今ちょっと電話が鳴っちゃって、びっくりするわ。こんな時に、あ、でもかかってないね。ナイスナイス。フレア。大丈夫、まだいける、まだいける。なんかストップ耐性意味あったね。もうちょい、もうちょい。ここ狙わないで。多分これでもう攻撃力とか魔力を上げるのはもういいと思うんだね。あとはもうさっさと倒してしまうっていう。頑張れ。うわー、鉄壁が切れた。鉄壁切れたね、これは。いいぞ。もうちょいもうちょい。いいタイミング。これいけるかもしれないね。意外とこのメンバーはバランスがいいのかもしれない。嘘。嫌なタイミングでするなぁ。ちょっと、せいら早く動いて。ああ、遅かった。フレア、耐えてよ。入ってさえくれればいける。いけた、オッケー、これいけたでしょ。オッケー。ここは割と装備がいい具合にあったのが良かったかなと。バーストとかはないけどね。どうなんだろう、次からもうちょっと難しいのになるよね。できれば装備のあるシリーズがいいなと思いつつ、はい、 OK。 そうか、天とか、天が多分一番厳しいんじゃないかなと思う。はい。まあまあまあ、なんとか。はい、じゃあ終わりたいと思います。はい。
バイバイ。